オットー・カーンバーグは、オーストリアのウィーン出身のアメリカ合衆国の医学者、精神科医、精神分析科。ウェール・コーネル医科大学教授。妻は、児童分析科のポーリナ・カーンバーグ。彼は、境界性人格構造や自己愛病理に関する、精神分析理論によって、非常に広く知られている。また、彼の仕事は、戦後の自我心理学とクライン派の、 対象関係論統合の中心であり続けた。彼の統合的な文章はおそらく現代の精神分析いたちの間で最も広く受け入れられている理論である現代対象関係論の発展の中心だった。彼の主な貢献は自己愛と対象関係論及び人格障害の領域に損している。彼は構造的構成と重篤性の度合いに沿って 人格障害を調整するための新しく有用な枠組みを開発した。彼は1972年にニューヨーク精神分析学会のハインツ・ハートマン賞を、1975年のエドワード・エース・トリーカー賞をペンシルベニア病院研究所から、1981年に精神分析医学協会のジョージ・イー・ダニエルズ・メリット賞を授与された。 他の主要なカーンバーグの貢献は彼の発達モデルである。このモデルの中で彼は人が達成しなければならない3つの発達上の課題を記述している。ある発達上の課題を達成することに失敗した場合、これはある精神病理を発展させる好危険に対応する。最初の発達課題に失敗することによって、それは自己と他者の精神的な明確化のことなのだが、 多様な精神病を発展させる好危険が生じる。二番目の課題が達成されないと、境界性人格障害を発展させる好危険が生じる。ウィーン生まれ、ユダヤ系。1939年、カーンバーグは家族と共にナチスドイツから逃れて、ジリに移住した。生物学と医学を学び、後に精神医学と精神分析学を ジリの精神分析学会に学んだ。彼はロックフェラー財団の研究奨励制度によって、ジョン・ホプキンス病院でジェローム・フランクに精神療法の研究で指示するため、1959年に初めてアメリカ合衆国に来た。1961年に彼は CF ・メニンガー記念病院に参加し、アメリカ合衆国に移住した。 精神分析者のためのトピカ研究者の精神分析者たちを指導、教育していて、メニンガー基金による精神療法研究プロジェクトの責任者だった。1973年に彼はニューヨーク州精神医学研究所の一般臨床サービスの責任者となるためニューヨークに移転した。1974年にコロンビア大学のうち、 世界のカレッジで精神科の教授に任命され、精神分析の教育及び研究のためのコロンビア大学センターで精神分析医を教育、指導していた。1976年にコーネル大学の精神科教授とニューヨークコーネル病院医療センターの人格障害研究所所長に任命された。彼は1997年から2001年まで、 国際精神分析学会の会長だった。オットー・カーンバーグは、定員症転化精神療法として知られる、精神分析的精神療法の集中的な形式をデザインしたが、これは、境界性人格構造の患者により向いているとされる。境界性人格構造の患者は、情動と思考において、いわゆる、スプリットを経験すると言われ、治療の意図された狙いには、 事故と対象の表象に分裂した部分を統合することに焦点が当てられている。TFP は1週間に最大3回45分から50分のセッションを必要とする境界性人格構造の患者に向けて特にデザインされた精神分析的精神療法の強力な形式だ。それはその個人が情動の込められた事故と特定の他者の和解に至って いない矛盾する内的表象を抱えているものとみなす。これらの矛盾した内的対象関係に対する防衛は、同一性拡散と呼ばれ、他者や事故との関係を阻害する原因となる。事故や他者や関連する情動に対する歪んだ知覚は、セラピストとの関係の中に出現するとき治療の焦点となる。これらの歪んだ知覚に対する無矛盾な解釈は変異の、 メカニズムと考察されている。カーンバーグは TFP を特に境界性、人格構造の患者のためにデザインした。彼によれば、これらの患者は自我拡散や原始的防衛操作及び不安定な現実検討能力に苦しんでいる。自我拡散は病的な対象関係の結果なのであり、矛盾的な性格特性や事故と非常に理想化されるか価値を引き下げられるかした。 対象との関係の不連続を含んでいる。しばしば BPO 患者により使用される防衛規制は、スプリッティング、否認、投影制度を一視、原初的な理想化と脱価値化、全能感、である。現実検討能力は、人の自己と対象の知覚を変容させる原初的防衛規制から否定的な影響を受けている。TFP の主たる、執着点は、より良い行動制御。 強化された、情動規制、より親密で満足のいく人間関係、人生の目標を追求する能力である。これは、統合された、自他表彰の発展、原初的防衛操作の修正及び、患者の内的表彰世界の断片化を永続させる、自我拡散の解決、を通して達成されると信じられている。これをするために、患者によって、 情動の込められた従前の人間関係の内的表彰は、セラピストがセラピー上の関係において気づくものとして、すなわちこれは転移のことであるが、一貫して解釈される。明確化や対立や解釈のテクニックは発展する患者とセラピストの間の転移関係のうちに使われる。他の多くの BPO への治療法とは異なる。TFP の際だった特徴は、 BPO の症状の根拠をなす特有の心的構造の着想にある。BPO 患者は心の基礎的な分裂に苦しんでいる。事故と他者の相望は防衛的に全て善か全すべて悪の表象に分割される。この内的分裂は患者の他者や一般的な周囲の状況を経験する方法を決定する。 治療の目標は分割された事故と対象の表彰を統合することにある。この分裂は文字通り事故と対象の表彰の善なる部分を支配し制御し破壊する可能性のある攻撃的衝動に対する防衛である。事故と対象の表彰における善なる部分は分割することによって守ることを試みられる。BPO は情動的なものが込められた。 人間関係の体験に起因するだろう。精神発達の過程では、これらの分離された二者はより成熟した柔軟な自他の感覚を伴い統合された全体へとまとめられる。契約治療は治療契約の作成により始まるが、それは全ての患者に適用される一般的なガイドラインと、治療過程を妨害するかもしれない、個別の患者の問題領域より作成された。 特別項目からなっている。契約にはセラピストの責任も含まれている。患者とセラピストは治療が進展する以前に治療契約の内容について合意をしなければならない。治療経過 TFP は以下の3つのステップからなっている。治療の最初の年においては TFP は以下の問題階層に焦点を合わせる。診断の詳細精神療法上の関係においては 転移によって自己と対象の表彰が活性化される。治療の途上において投影や同一化が働き、すなわち価値の引き下げられた自己表彰がセラピストに投影され、また一方で患者は危機的な対象表彰を同一視する。これらのプロセスは普通怒りや恐怖といった情動体験と繋がっている。転移によって活性化されるだろう。 事故対象による表彰の例を一家に述べた。天意から浮かび上がってくる情報は、二つの理由により、その人の内的世界への直接的な接近手段を供給する。第一の理由は、共有する現実に対する矛盾した知覚をすぐに、議論の訴状に乗せることができることから、それがセラピストと患者双方により、同時に観察されうること。第二の理由は、 共有している現実に対する知覚は情動を伴うのに対して歴史的題材に関する議論は知的質を持ち得て発、発しもだからこそあまり参考にならないこと。TFP は精神療法セッションにおける解釈の役割を強調する。自他の表象の分裂が治療を通し演じ切られるので、セラピストは断片化した自他の感覚による 継続的分裂を下支えしている原因を患者が理解するのを手助けする。この理解には治療上の関係内での強い情動経験を伴う。この理解と情動経験の結合は分裂した表象の統合や患者のアイデンティティと他者の経験が統合された感覚の喪失を導く。それゆえ精神構造の統合は BPO 症状の低減をもたらしうる。 TFP において仮定された変異のメカニズムは、カーンバーグの発達に基礎を置く境界性、人格構造の理論に由来しているが、自他における未統合で未分化な情動と表彰に関して概念化されたものだ。自と他の表彰の一部は体を成していて、対象関係体と呼ばれる、心的単位内の情動に結びついている。これらの体は、精神構造の要素である。 境界性病理では、内的な対象関係体の欠落は、否定的表象が自と他の理想化された肯定的表象から、すっかり分離され隔離されているような分裂した精神構造に該当する。推定されている TFP 治療患者の全体的な変異のメカニズムとは、これらの分局した情動の諸状態や自他表象を、より守備一貫した全体へと統合することなのだ。 夫カーンバーグは、自己愛には三つのタイプがあると述べている。つまり、健全な大人の自己愛、健全な子供の自己愛、病的な自己愛、である。病的な自己愛は、自己の病的構造におけるリベローュ球として定義され、自己愛性人格障害が、全体の中で最も重度なのだが、さらに三つのタイプに分けられる。未だに、自己愛は、 オットーカーンバーグとハインツ・コフーとの間の不調和の大きな源であり続けている。両者とも自己愛的、境界的、精神病的な患者に焦点を当てているのだが、その焦点と彼らの理論と治療の内容は相当に違ってきた。彼らの主要な相違点は、自己愛性と境界性の人格、正常と異常の自己愛、自己愛的理想化と古代自己に関する着想。 同じく精神分析手法と自己相手意の間の関係についての概念化に対する反応の上に現れる。カーアンバーグによると、自己とは複数の自己表象からなる精神内部の構造のことだ。それは善と悪の自己イメージを統合しているような現実的な自己である。すなわち、自己はリビドーと攻撃性の微給された要素が組み合わさった構造を構成する。 カーンバーグは通常の自己愛を自己のリビドー微球として定義した。しかしながら、この自己のリビドー微球が単にリビドーエネルギーの本能的源から生じているわけではないことは強調される必要がある。それどころか自我長自我井戸といった自他の精神内部の構造感の諸関係に由来するのだ。これは普通の自己構造に基礎を置く、普通の自己評価のことである。 この人は摂取された対象表彰の全体を持ち、安定的な対象関係と強固な道徳体系を持つ。長次がは十分に発達し、だと区別されている。自己評価の規範は年齢に見合った満足を通して正規するが、それは子供の健全な価値、要求、禁止の体系を含み意味する。カーンバーグの見方では、自己愛性人格は、 健全な大人の自己愛から区別され、健全な子供の自己愛に向けられる固着あるいは、対抗からも区別される。発達の現象的段階での固着や、特定の精神内部の構造の発達の欠落では、自己愛性人格の特徴を説明するのに十分ではない。それらの特徴は病的な対象関係の結果なのだ。病的自己愛は単なる自己のうちでの、リビドウビキュウなのではなく、 病的で未発達な事故の構造のうちでのものなのだ。この病的構造は、早期の事故と他者のイメージに対する防衛を表出する。精神分析のプロセスは、原初的対象関係、衝突と防衛を明るみに出す。オットー・カーンバーグとハインツ・コフートは、過去と現在の精神分析理論に、顕著な影響を与えてきた二人の理論家であると、考えられる。二人とも、 分析的治療には合わないというふうに考えられていた患者の観察と治療に焦点を当てた。彼らの主たる業績のほとんどが自己愛性か境界性か精神病の病理を持つ人たちに関係している。今なお、これらの障害の原因、精神構造、治療法に関する彼らの見取り図は大幅に違っている。全体として見ると、古風とは根本的に ジグムントフロイトの仮説的諸概念から出発した事故に関する理論家とみなされ、主に人々の自己組織化や自己表現への欲求に焦点を当てた。カーンバーグは対照的にフロイトはるめた心理学への中性を残し、人々による愛憎をめぐる苦闘に関してより力を注いだ。彼らの主たる違いを以下に要約する。 この二人の理論家の主要な不一致の一つは、自己愛性、境界性人格障害内の概念化を中心に展開している。カーアンバーグによれば、自己愛的な人の防衛構造が境界性の人の、それとよく似ているのは、スプリッティングや、投影制度一致のような防衛を見るときに、それが明白になるのだが、前者が境界性人格構造に基礎を置くからなのだ。彼は、彼、 彼女の感情や欲求に対して無関心で、上辺だけで子供を扱う母親代理の重大な役割を強調することにより、これらの人々への阻害の起源としての環境要因と体質的要因を識別する。古風とは、他方、境界性人格を自己愛性人格とは、すっかり違ったもので、分析的治療から受けられる利益も少ないと見ている。同様に、 自己愛性人格はより回復力に富む事故によって特徴づけられるので分析により適している。古風とによれば環境だけがこれらの人々の苦しみの主たる原因である。さらには双方が自己愛性人格の理論家において古代事故の概念に焦点を当てるのだが彼らは異なった説明をそれに与えている。古風とにとって古代事故は現象的で 正常な事故の固着の反映であり、一方カーンバーグにとってはそれは病的な発達なのであり健全な自己愛とは違うのだ。コフートにとって治療は主に患者の自己愛的な欲求や希望、転移のプロセス中で露呈するお要求を促進させることに中心を置くべきものである。カーンバーグにとっては治療の目的には患者が彼、彼女の内的な断片化した世界を統合するのを 手助けするために対立の戦略が用いられるべきなのだ。コフートとカーンバーグ間の主たる議論の一つは健全と病的な自己愛に関するものだ。前述のようにコフートは自己愛性人格が発達停止に苦しめられていると仮定する。特に彼はこのタイプの人格は親の環境下での子供時代の発達においてなお満足を与えられなかったところの 順能性のある自己愛的な希望や要求や対象を映し出していると仮定する。ここにおいて古代事故は健全な事故となるべき見込みの原初的形式以上のものではない。このことが起こらなかった時に病的自己愛が出現するのだ。病的自己愛に対する彼の説明ではどのようにこの障害が発達するかの原因を規定するために リビドー的力や微球に注意が支払われている。彼にとってこの攻撃衝動はリビドー衝動に関して第2番目に重要なものなのであり、凡庸な攻撃性と自己愛的奮闘を区別すべきである理由なのだ。前者は彼によるなら現実的なゴールに向かう場合の妨害物を消すための適用であるのに対し、後者は自己愛的な傷に対する強力な反応である。 カーンバーグは、しかしながら、古風との着想を攻撃性の力を重視しない、ものだとみなしている。彼は、自己愛的振る舞いが、攻撃衝動がその中心的役割を担うような、病的発達の結果であると提案することによって、フロイト派の概念化をより支持する。彼は、自己愛は全体に見て、リビドー衝動から分けて考えることができない強い、攻撃衝動を含んでいると述べている。 各自の内的対象関係の発達を、リビドー的、攻撃的衝動の双方の死に関係づけることなしに、健全あるいは病的な自己愛の変遷を学ぶことはできないと彼が言うように、古風とは転移を発展させる能力を書いていて、いくらかの患者は分析できなかったと示唆した古典的なフロイトの考え方から離れた。彼は、自己愛患者は、 天意を出現させる能力があるがこれらは他の患者とやや違うのだと主張した。彼は三つのタイプに分けたのだが、すなわち理想化、今日双子天意である。彼のカーンバーグとの議論はほとんど理想化天意に関係していて、古風とによると健全な発達における現象レベルでの固着と関係している。それでもカーンバーグは理想家天意は天意において、 古代事故の実質的な借り立てに対する反応として形成されたところの理想化の病的な方以上ではないと信じた。オットー F カーンバーグとハインツコフートは分析者の役割と同様に分析のプロセスを全く違う観点から尊重した。オットーカーンバーグによる病的事故愛に関する分析的立場カーンバーグは転移の中に現れる古代事故と理想化の防衛的機能に関する 方法論的で永続的な解釈を求めた重度人格障害精神療法の方策分析者の役割は特に対立的なプロセスにおいては自己愛者の病的構造を修正するため補助的というよりはむしろ中立的であるべきである分析者はこれらのケースの個別的な転移の質に焦点を当て続け一貫して患者の全能的支配と価値の引き下げへの努力に 対抗しなければならない自己愛的現象の攻撃的解釈に対するこの伝統的な協調はフロイト初期に分析不能だった自己愛心強調と分析過程で最も強情な抵抗を起こす自己愛的防衛に対する見方に由来し完全に一致しているハインツ・コフートによる病的自己愛に関する分析的立場原始的古代感や理想化を 現実からの防衛的対却の表彰として見る。一方で、ハインツ・コフートは分析場面での自己愛的錯覚を発達上の重大な契機を確立しようとする患者の試みの表彰として捉える。これらの自己愛的錯覚はそれ、個事故の活性化への契機を与える。だから、ハインツ・コフートは治療における分析者の立場が従前な自己愛転移を問題にする代わりに、 礼儀するべきであるところに損すると主張する。これを確立するため、分析者は共感的理解を示せなければならないが、それには自己愛的錯覚に対する感受性と彼らへ異議申し立てをしたりそれらが非現実であることを示唆したりのすべてのいかなる負担を持避することを必要とする。ハインツ古風とは自己愛手意と自己対象要求の概念を使う。彼は、 また幼稚症と分析者とその他の全員に対する過剰な要求であるように見えるものの重要性を強調する。放棄されるべき本能的気球というよりは、むしろ温かく受け入れ理解されるべき発達上の要求を彼らは見失っている。患者は彼の発達の早期に何が失われたのかを他者から引き出そうとすることにより、自己治癒を手探りしている。 ハインツ・コフートは分析者がどのように彼が知っていると思っていようと患者は彼が何を必要としているのかを知っていると感じている。彼は成熟におけるまた発達を通しての希望の重要性を強調する。自己の経験を活性化する理想と理想化への要求が持続してある。彼の自己愛患者との仕事の中においてハインツ・コフートの精神分析的方法論の 決定的特徴はだから共感的没入となり、それゆえ彼は患者の身になって考えようとする。この検知は上記に議論した、フロイト早期の自己愛的防衛の分析可能性に関する検知と好対象である。ハインツ・コフートとオットー F ・カーンバーグにより考察されたアプローチ・コフートとカーンバーグの両方は互いのアプローチを逆効果だとみなしていた。コフートの視点からは、 カーンバーグが進める方法論的解釈アプローチは自己愛的に弱い患者により攻撃として解釈され激しい自己愛的奮闘を生成する。カーンバーグはこれらの患者を治療するためにむしろこの方法論を進めているので自己心理学はカーンバーグをそれを治療する代わりに自己愛を創造しているとみなしている。他方カーンバーグは 古風とのアプローチは何ももたらさないと見ている。患者の錯覚に対する、それらが結局は一人でに限界するのだという仮説を伴う疑問を差し挟まない需要は、患者の防衛との共謀を意味する。分析の過程はそれこだらくし、分析者は有意義に患者を手助けし得る人物として、出現することはない。統合関係的アプローチしかしながら、ミッチェルは、 カーンバーグとコフルートの観点が双方つなげられた統合関係的アプローチを提案している。彼の意見によれば、自己愛へのより伝統的なアプローチは、自己愛的錯覚が防衛的に使用される重要な道筋を強調しはするが、それらの健康と創造性における、またある種の発達上不可欠な他者との関係性の確率における役割を見落としている。 発達停止アプローチは自己愛的錯覚の成長増進機能を強調した自己愛への考え方を生んだが、それらはしばしば非分析者と分析者を含む他の人々との現実的関与を収縮させ阻害する領域を見逃している。とする。ミッチェルは非分析者の錯覚をはっきりさせ包容することが一方でそれらが経験されうるより、 大きな背景の提供がもう一方であるような微妙な弁償法を進める。カーアンバーグの主要な貢献の一つは彼の発達モデルである。このモデルは主に健全な関係を発達させるために完遂しなければならない発達上の諸課題の上に構築されている。各々の,の,の発達上の課題を完遂することは精神病理のレベルを表していて、それは 見出しの発達初段階をもとにして叙述されている。さらに、彼の発達モデルは、カーンバーグの、フロイトとは違う、欲動に関する見方を含み込んでいる。カーンバーグは明らかに、メラニー・クライン、彼女のモデルは主に妄想から分裂ポジションと、欲打つポジションに頼っている、に触発された。カーンバーグの着想に関する、より詳細な情報は、公園 M による、 最近の出版物の中に見つけることができる。カーンバーグは幼児に関して、彼の人生の最初の数ヶ月においては、この経験の感情化を土台とする経験を整理しよう特等するものとして見ている。幼児は二つの異なった、情動状況の間を行ったり来たりする。一つ目の状況は、快楽と喜びによって特徴付けられ、もう一つの状況は不快と、痛みや苛立ちのことだ。 どの状況にあるかに関わらず、自他の間では、区別されていない。第一の発達上の課題、事故と他者の精神上の明確化最初の発達上の課題は、事故であるものと他者であるものの区別をつける能力を、具現化する。この課題が達成されないと、自身の経験と他者の経験の区別がつけられないから、分離され区別された意挙し得る事故の感覚を発達させ、得ない。 この失敗は、すべての精神病状況への主要な前触れとなると、仮定されている。統合失調症の諸症状においては、私たちは、内的と外的世界、自身の経験と他者の経験、自身の心と他者の心、を区別する能力が欠落しているのを見ることができる。第二の発達上の課題、スプリッティングの克服第二の発達上の課題は、スプリッティングの克服だ。 第一の発達上の課題が達成されたとき、人は自己イメージと対象イメージの区別ができるようになる。しかしながら、これらのイメージは、情動的には分離されているにとまる。愛すべき自己のイメージや前期対象のイメージは、肯定的情動によりまとまっている。憎むべき自己のイメージと悪い、苛立たせる対象のイメージは、否定的、または攻撃的情動によりまとまっている。 善なるものは悪なるものと区別されている。この発達上の課題が達成されると、子供が対象を全体として見ることができるので、子供が対象を善でも悪でもあるものとして理解することを意味する。対象を全体として見ることの次に、子供は自己を愛するものと憎むもの、同時に善でも悪でもあるものと見なす必要がある。この第二の発達上の課題に失敗すると、 これは、境界性人格をもたらす。カーンバーグの事故と対象の発達モデルは、内的対象関係の成長単位描く5つのステージに基礎を置くが、そのうちのいくつかは、早い段階の間に起こり始める。ステージは性的なものではなく、流動的なものとされる。このステージは、事故と対象の表象が区別されないものとして、特徴づけられる。このステージは、 マーラー、パイン、バーグマンの自閉概念と同じである。このステージの始めには、子供は対立する感情化を統合できない。微微動的微給及び攻撃的微給をされた表彰は、前期自己対象の表彰と、悪しき自己対象の表彰に厳密に分けられる。このステージでは、前の自己対象の表彰が、前の自己と前の対象に区別され、直後に、 悪の自己対象表象が、悪の自己と悪の対象に区別される。子供の自己と他者の区別の失敗は、精神病的人格構造をもたらし、第一の発達上の課題の達成に失敗し、ステージ2にはまり込む。このステージでは、自己と他者の区別が起こるが、善及び悪の自己及び対象の表象は、母との理想的で良い関係を悪い自己表象や、 悪い母の表彰の汚染から守るため、スプリッティングのメカニズムを通じて、厳しく分けられる。このステージでは、善と悪の事故と対象の表彰は、はっきりした自己システムと全体的な対象表彰に統合される。肯定的と否定的特徴の両方を含む事故と、他者の可能性が理解されうる。これに失敗すると境界性人格構造を残し、 第二の発達上の課題の達成に失敗し、ステージ3にはまり込む。その結果、前期事故と対象は、前と悪の分裂によりもたらされる、攻撃性から、なお防御されなければならない。このステージでは、自我、長自我及び井戸ははっきりとした、精神内部の構造に統合される。すべての発達上の課題の完遂に成功すると、子供は、 神経症的人格構造を発達させるが、それは最も強い人格構造なのである。フロイトの観点とは違って、カーンバーグによると欲動は、生まれつきのものではない。リビドーと攻撃の衝動は、他者との相互作用の経験により時を経て発達し、形成される。子供の善と悪の情動は、リビドーと攻撃の衝動のうちに形成され固められる。善は、 心よい他者との相互作用として、時を経て、快楽追求的な衝動に固まる。同じように悪は、他者との不満足で、苛立たしい相互作用として、破壊的な衝動に時を経て固まる。ありがとうございます。